ポージング研究しなきゃ。無髪とは呼ばせません。楽しく時間を重ねていこう。楽しく時間を重ねていこう。どのポーズがいいですかね。よそ見はダメですよ。ピンクのサイリウム振ってね。くっついてると安心します。誰よりもキラキラ輝くぞ。もっともっと成長します。みんなには内緒ですよ。恋を歌う表情どうですか。少しだけ背伸びしちゃおうかな。素敵な時間一緒に過ごそう。二人でのんびりも悪くないね。みんなで振りを揃えて。語りかける気持ちを大事に。みんなのリズムは私が刻む。二人で見た星空忘れない。最後の笑顔に叫んじゃった。ハッピーオーラを届けます。やりたいことを発信していこう。ダブルアンコール、全員飛べー。綺麗な景色一緒に見に行こう。決意が詰まったアルバムです。どうしよう、本当に立てない。今日のメイクどうかな。趣味はサメを見ることです。これからも坂を登っていきます。さあ、みんな一緒に、ヘイ！願い事の中身当ててみて。好きな音楽一緒に踊ろう。後頭部が最後に来る人やります。よし、いたずらしちゃうぞ。紫担当の佐々木久美です。記念すべき日になりました。みんなでハッピーなお正月。これからも応援よろしくね。マントで華麗にくるくるターン。楽しく時間を重ねていこう。これ大好きなケーキだ。本当に素敵な誕生日です。はい、あーん。これでどうだ。謙虚。来年の冬も一緒に。ここからもっと先へ。これからも坂を登っていきます。ポカポカしていい気持ち。ちゃんと宣言しよう。てるてる坊主作りましょう。はぐれないように手つなご。綺麗な景色でリフレッシュ。新しい世界を探そう。
負け方が大事なんだ。ガンガン行こうぜ。お月見しませんか？今に見て色、どういう色だ？目指せ、課題クリア。今年の干支はなんだっけ？単独アルバム、夢みたい。あったかいもの食べましょう。天空は悪くない。催眠術って超すごい。春を探しに行きましょう。その気持ち大事にしてこうぜ。やるしかないですよね。四千さんに返信。夏の思い出作りたいな。今日はイベント日和ですね。二期生は寸劇やりがち。ちょっとぐらい平気だよ。プールサイドで一列に。空まで届けポカポカキュン。羽つき対決負けないぞ。夢のような時間でした。気持ちをまっすぐ伝えよう。これ大好きなケーキだ。記念写真撮っちゃおう。楽しく時間を重ねていこう。ポージング研究しなきゃ。無髪とは呼ばせません。優しさ。世界に二人だけみたいだね。正面突破。以上、ひらがな欅坂46でした。このまま眠っちゃいそう。ここでキスだってできるんだ。このまま病んでほしくないかも。夏といえば浴衣に花火。お魚発見。自分の方から立ち止まれない。人生とは何なのか。息ぴったりだね。スズムシが鳴いてますね。唇噛みしめながら、より大きなグループになろう。ハッピーニューイヤー。少しずつ前へ。雪が輝いてますね。20人のひらがなけやき。ひらがなだらけの新年会。桜も見に行きたいですね。アルバムヒットしますように。よそ見はダメですよ。イエイイエイ。夏祭りの季節ですね。野外って最高。楽屋の様子がすごいんです。あなたはどっち派かな。世界に一つだけの衣装です。一人じゃない。一筆入魂、えい。気持ちが引き締まりますね。
みんなで楽しくわちゃわちゃ。記念写真撮っちゃおう。楽しく時間を重ねていこう。本当に素敵な誕生日です。どのポーズがいいですかね。よそ見はダメですよ。ピンクのサイリウム振ってね。くっついてると安心します。誰よりもキラキラ輝くぞ。もっともっと成長します。みんなには内緒ですよ。声を歌う表情どうですか。少しだけ背伸びしちゃおうかな。素敵な時間一緒に過ごそう。二人でのんびりも悪くないね。みんなで振りを揃えて。語りかける気持ちを大事に。みんなのリズムは私が刻む。二人で見た星空忘れない。最後の笑顔に叫んじゃった。ハッピーオーラを届けます。やりたいことを発信していこう。ダブルアンコール、全員飛べー。綺麗な景色一緒に見に行こう。決意が詰まったアルバムです。どうしよう、本当に立てない。今日のメイクどうかな。趣味はサメを見ることです。これからも坂を登っていきます。さあみんな一緒に、ヘイ。願い事の中身当ててみて。好きな音楽一緒に踊ろう。後頭部が最後に来る人あります。よし、いたずらしちゃうぞ。紫担当の佐々木久美です。記念すべき日になりました。みんなでハッピーなお正月。これからも応援よろしくね。マントで華麗にくるくるターン。楽しく時間を重ねていこう。これ大好きなケーキだ。楽しく時間を重ねていこう。はい、あーん。これでどうだ。謙虚。来年の冬も一緒に。ここからもっと先へ。これからも坂を登っていきます。ポカポカしていい気持ち。ちゃんと宣言しよう。てるてる坊主作りましょう。はぐれないように手つなご。綺麗な景色でリフレッシュ。新しい世界を探そう。負け方が大事なんだ。ガンガン行こうぜ。お月見しませんか。今に見て色どういう色だ。目指せ課題クリア。今年の干支は何だっけ。
単独アルバム夢みたい。あったかいもの食べましょう。雨空は悪くない。催眠術って超すごい。春を探しに行きましょう。その気持ち大事にしてこうぜ。やるしかないですよね。妖精さんに変身。夏の思い出作りたいな。今日はイベント日和ですね。2期生は寸劇やりがち。ちょっとぐらい平気だよ。プールサイドで一列に。空まで届けポカポカキュン。羽根つき対決